キリトさん、大変失礼だと思うんですけど、レベルっていくつくらいなんですか？20くらい。俺たちとあまり変わらないのに、ソロなんてすごいですね。こいつ、サチって言うんだけど、前衛ができる盾持ち片手剣士に転向させようと思ってるんだ。でも、勝手がよくわからないみたいでさ、ちょっとコーチしてやってくれないかな。何よ、人を見そっかすみたいに。あ、だってさ、急に前に出て接近戦やれって言われてもおっかないよ。盾の影に隠れてりゃいいんだって。まったく、お前は昔から怖がりすぎるんだよ。ブーいや、うちのギルド、リアルではみんな同じ高校のパソコン研究会のメンバーなんだよね。ああ、でも心配しなくていいよ、キリトもすぐ仲良くなれるよ、絶対な。サチ、キリト、みんな心配してるよ。ねえキリト、ん？一緒にどっか逃げよう。逃げるって何から？この町から、モンスターから、黒猫団のみんなから、ソードアートオンラインから。それは心中それもいいかもね。うん、ごめん、嘘。死ぬ勇気があるなら安全な街中になんて隠れてないよね。ねえ、なんでここから出られないの？なんでゲームなのに本当に死ななきゃならないの？こんなことに何の意味があるの？多分意味なんてないと思う。私、死ぬの怖い。死ぬのが怖い？怖くてこの頃あまり眠れないの。君は死なないよ。本当に、なんでそんなことが言えるの？黒猫団は十分強いギルドだ。安全マージンも平均以上に取っている。それに俺と鉄夫がいるんだし、サチが無理に前衛に出る必要もない。本当に私は死なずに済むの？いつか現実に戻れるの？ああ、君は死なない。いつかきっとこのゲームがクリアされる時まで。どうぞ。ごめんね、やっぱり眠れなくて。このギルドにいれば安全だ。いつかきっと現実世界に帰れる。サチのように死に怯えるプレイヤーはたくさんいるのだろう。それでも笑って泣いて必死にこの世界を生きている。そんなの考えたこともなかった。キリト、大丈夫、君は絶対に生き延びる。君たちは絶対に俺が守るから。メリークリスマス、キリト。君がこれを聞いているとき、私はもう死んでると思います。なんて説明したらいいのかな。
本当のことを言うと、私、始まりの町から出たくなかったの。でも、そんな気持ちで戦ってたら、きっといつか死んでしまうよね。それは誰のせいでもない、私本人の問題なんです。キリトは、あの夜からずっと毎晩毎晩、私に絶対死なないって言ってくれたよね。だからもし私が死んだら、キリトはすごく自分を責めるでしょう。だから、これを録音することにしました。それと、私、本当はキリトがどれだけ強いか知ってるんです。前にね、偶然覗いちゃったの。キリトが本当のレベルを隠して、私たちと一緒に戦ってくれるわけは、一生懸命考えたんだけど、よくわかりませんでした。でもね、私、君がすっごく強いんだって知った時、嬉しかった。すごく安心できたの。だから、もし私が死んでも、キリトは頑張って生きてね。生きてこの世界の最後を見届けて、この世界が生まれた意味、私みたいな弱虫がここに来ちゃった意味、そして、君と私が出会った意味を見つけてください。それが私の願いです。だいぶ時間余っちゃったね。じゃあ、せっかくクリスマスだし、歌を歌うね。ふんふんふん。じゃあね、キリト。君と会えて、一緒にいられて、本当によかった。ありがとう。さよなら。ふわふわる、ふわふわり、あなたが笑っている、それだけで笑顔になる。神様。